シャア真っ赤な思想、あ、じゃなくて真っ赤なモビルスーツ乗ってるシャア、今戦いの真っ只中にいるシャア。お前何やってんだよ、どうしちゃったんだよ、めちゃめちゃ心配だよ。シャア、測ったな、測ったな、シャアってさ、お前測り音いいんだけどさ、バレねえようにやんね、もうちょっとなあ。バレたらさ、いくら測ってもさ、逆効果なんだよね。うん、お前のあの、見たよ、あれ、あれな、あれ見たけどさ、下見たらさ、ブルーコスモスって書いてあったよ。お前ネオジオンじゃなかったの？なあ、なんでブルーコスモスがお前のお手伝いしてるわけ？お前、青き正常なる世界のためじゃなくて赤き正常なる世界実現したいわけ？そういうことなの？ブルコスモードになってるよ、お前。なんかなんとなくさ、なんとなく全体的にね、なんか変なのなんか入ってるなみたいなさ。でブルコスなんか来るもんだからさ、ほら自由惑星連合ね、自由惑星連合がさ怒っちゃってさ、もういなくなっちゃったじゃん。あの自由惑星連合っつうのはさ、いろいろいるわけよ、右から左までいっぱいさ。一部は多分お前についてくれたと思うよ、一部の惑星はさ。でもそういうの全部まとめてさ、もうまとめてる、もう本部ごと自由惑星連合、もうお前は応援できねえとかいうことになっちゃったじゃん。あとさ、あの地球橋、地球橋な、あの東京にも芝あるよな、あのなんか中央線の各駅停車の駅にさ、地球橋ももう向こうが行っちゃったろな。あでさ、それをまたお前はさ、なんか地球の重力に魂を引かれたやつはリセットだとか言って、お前コロニー落としでもする機会、お前あんなこと言ったら反感買うに決まってんだろ。うん、今やっぱ地球に住んでる人だってさ、いろいろ理由あるわけ、地球がいいと思って住んでんだからさ。それ全否定するようなのはちょっとまずいんじゃないかなと。うん、お前もさ、ジオンにいる頃はさ、あのドゼル閣下、間違えた、ドズル閣下にさね、えお世話になってたわけだろ。ああドゼル、あ、じゃあドズル閣下はさ、そういうやっぱ地球に住んでる人全否定しちゃいけないっつってさ、多分言ってたと思うんだよね。だけどお前やっぱなんかブルコスがさ、だいぶお前のことなんか手伝ってるみたいなんで、なんかそっちに流されちゃったのかな。うん、でもあんまりそういう極端な考え良くないよ。お前なんかちょっとそんなことやってるんでさ、一部の地域ではなんかクロスボンバンガードにも負けてるって俺聞いたぜ。うん、せっかくのネオジオンがさ、ブルコスと一緒にやるってそれはさ、ねえ、ちょっとなんか納得いかねえなと。うん、やっぱ宇宙世紀は宇宙世紀、シードはシードだから、シード歌舞伎だからさ、あれエンタメなんで、ちょっと宇宙世紀とやっぱ一緒にするのはちょっとどうなのと、うん、俺思うよ。うん、正直やっぱブルコス来ればやっぱ逃げてく人もいるからね。うん、嫌いな人多いから、ブルコスはさ。うん、だからちょっとその辺ももうちょっと考えてさ、測るんだったらな、測ったな、シャーと言われるほどさ、測り事が上手なシャーだったらさ、その辺うまく調整してくれると思ったんだけどさ、まあまああれだったのかな、やっぱな、3倍のスピードで動けばなんとかなるって思ったのかな。うん、電撃回転、まあ見事だったけどさ、うん、ちょっと味方してくれたのかな。うん、ジェリド、ちょ、間違え、イソジェリ、あ、間違え、イソジェリド、え、なんだっけ、な、なんかあんま弱いやつだったじゃん。うん、だそんなんじゃちょっとな、厳しいよね。うん、もう少しやっぱり、あの、力のある人にさ、しっかりと応援してもらわないと、まあ、このままだと本当クロスボンバンガードにも負けちゃうかもしんねえぞ。うん、お前ほんとちょっとなんか焦ってんのか。まあこれ負けてもね、ズムシティ取られてもな、私には木星があるぐらいの感じでやってんのかもしんないけど、そんな虫のいい話ってどうなの。うん、周りもさ、ちょっとこれね、あんまりちょっと評判な良くないから、ほんと俺心配してるよ。まあひょっとしてさ、ストレス溜まってんじゃねえか。確かにさ、まあお前な、ちょっとネオジオンの中で浮いてたもんな、はっきり言ってな。うん、ネオジオンの仲間もさ、まあ、今回のズムシティに行くって件でさ、まあ、行け行けみたいな感じね、言ってるやつもいるって聞くよ。うん、お払い箱だみたいなね、まあ、そういうさ、心ない意見もいろいろあってさ、お前もいろいろ来るもんあんだろう。 なんかちょっと迷いが見えるもんね、戦い方にな。うん、やっぱララーに会うのが怖いのか、やっぱお前もな、ララーに会うのみんなやっぱ怖いと思うけどさ、お前も怖がってんのかなと思ったよ。まあストレス解消のためにさ、俺と一緒にミッド打ちでもするかな。ワンツーワンツー、あーバウアークーみたいな感じでさ、なあ、あのしっかりミッド打ちしてさ、あ
ストレス解消しようぜ。まあ戦いはもう始まっちゃったからな。うん、まあこれ終わるまで頑張ってほしいけど、うん、まあ終わった後もさ、木星行くなんてチンケなこと言わずにさ、やっぱズムシティ、うん、4年後のズムシティ頑張ってくれよ。でその4年間でさ、俺と一緒にしっかりとミット打ち練習して、ミット打ちの世界チャンピオン目指そうぜ。